はい、というわけでね、ブラジルサンパウロ4日目の午後ということで、今はねベコドバッチマンっていうね、まあいわゆる映えスポットに来てる。なんかこういった感じのグラフィックアートはね、そこら中の路地の壁に描かれてて、いろんな、まあ、ヒッピー系の屋台だったりとか、ちょっとおしゃれおつな感じのスポットらしいんだけど、今日ねあいにくの曇りだね。だから全然映えないかもしんない。でここはね1年前に1回来てんのよ。だけどその時はさっと通り過ぎちゃったんで、今日はねまあちょっとゆっくり散策してみようかっつー、そんな感じっす。じゃあ早速行ってみましょう。うん、まあここの歴史の始まりはね詳しくは知んないけど、まあ20〜30年ぐらいか多分。うん、まあ日本で言えば代官山とかね、原宿とかね、そんな感じなんじゃないの。うん、ちょっと今日ね来んのが遅かったから、もう3時過ぎなのよね。だから天気も良くないし、そんなにすんごい人ってわけじゃない。なかなか芸術が爆発してるよね。まあ、僕らも日曜日は地元の市場で出店してるけど、雰囲気は全く違うな。まあ、ヒッピーフェラだよね基本的には。こんなカラフルなねジャケットが売ってたりして、うん、チャムこういうの好きなんだよな、柄物。チャムに買っていくか。ワントセーターでねだけワントクスタープレゼントくれてんの。あけ取れてんのね。トド、タモン、チャム、すまん、買えんわ。悪い。うん、ここはねフルレコード屋さんですね。ブラジルのアンティークのねレコードがいっぱい置いてある。好きな人にはたまんないんじゃないの。意外な掘り出し物が見つかるか。うん、ブラジルからねこういうレコードを日本に持って帰って高値で売ってるって人もいたよ。そういえば知識があればそういうこともできる、きっと。うん、これはパイプっすね。パイプすんごい細工だな。あー、この辺も全部手作りっすね。手作り作品たくさん置いてますね。うん、これは何なんだろうな、ちょっとわかんないな。取っ手ついてるけど何これ、ちょっとわかんないっす。なんだろう。この作品はね、僕の友人でもあるね、アツオーマンっていう日本が誇るアーティストの作品です。まだ残ってるね。田舎じゃ全く見ないね、スケートボードを持った人とかね、やっぱシャレオツな連中が集まってるよね基本的に。はい、というわけでね一通り歩いてるんですけど、ちょっと飽きてきちゃったの。もうこの東洋人のおっさんがさ、一人でペラペラ喋りながら歩いてる姿をねみんな気にしてないようでいて、結構ねジロジロ見てる人もいるわ。なんか食いてえけど、こんなポップコーンとかしかないしさ、ポットチップスとか。というわけで本日2回目のベコドバッチマンですが、まあ次来ることはなかなかないかもしんないな。ここまで来るのにウーバーでね30レアルがかかったのね。結構高いよ30レアル。なんかシャレオツなねカフェとかも結構あるけど、ちょっと飽きてきちゃったから、もう次の目的地に移動しようかなと思ったんですけど、やっぱねせっかくだからこの店入ってみた。値段もね10とか8とかね、結構良心的。ブラジルではね非常に珍しいアイスコーヒーあるよ、ここ。ブラジル人はね冷たいコーヒーっつうとみんなおえーって顔すんのね。それがここのハイカラなカフェにはメニューにアイスコーヒーがある。9レアル頼んでみるか。テンカフェジェラード、うん、見たろ。うん、店内もねこんな感じで一応アートが描かれていますね。こんな感じで、これはベージャーフローですね、ハチドリ。はい、というわけでやってきました。これがフライドポテト、これがブラジルのアイスコーヒーね。確かに冷たい。
めっちゃ笑ってるね。ブラジル人が作ったブラジルのアイスコーヒー、香りはすごくいいね。どんなコーヒー使ってるのか分かんないけど、シンプルにね、美味しいっす。コーヒーもなんかいいの使ってるっぽいな。で、甘くない。ブラジルのコーヒーはいつも月経まで来るんだけど、こういうところはね、ちゃんと気を使って砂糖なしでサーブしてくれてる。で、結構コクとね、味わいなんか深みがある感じ。なんかエスプレッソを氷で薄めたんじゃない、これ多分。そんな感じだから、まあ、ある意味効率的なアイスコーヒー。エスプレッソに氷入れるだけ、多分そんな感じよ。でも結構濃い。これでね、18レアルと9レアル27レアルですね。まあまあ決して安くはないけど、サンパウロ生活もあと少しなんで行きます。はい、というわけでね、レコードバッチマンからウーベルと地下鉄を駆使してチエテ長距離バスターミナルに到着しました。ここで何をするかっつうと、僕のサンパウロ旅行もね、ぼちぼち終わりが見えてきた。だから帰りのチケット買います。早めに買っといた方が安心だしね。今時ネットで買う人もいるんだろうけど、僕はいつも対面で買ってます。で、ブラジルの地下鉄って結構自転車とかもみんな平気で運んでんのね。日本ではどうすか。日本ではチャリンコ運ぶのありかな。その辺ちょっと興味湧いたんで、どなたか情報ください。というわけでね、早速帰りのチケット買いましょう。はい、というわけで恒例のおまけ動画にはいつものようにこのニャーブルさんに登場してもらいましょう。寝てるとこ悪いけど、ちょっと撮らせてもらいますよ。で、ニャーブルの隣にいるのはニャーブルのお兄ちゃんと思われるニャジー。彼もここで寝てる。ニャジーは風来坊だからね、常にいるってわけじゃないんだけど、たまに来ては餌を食べてうちのニャーブルと仲良くして帰っていきます。ただね、彼置き土産にスプレーしていくのよね。この前は油断してついついね、家の中に入られちゃったので、私の筋トレ道具である腹筋ローラーにプシューってされちゃって、その匂いが全然取れないんだ。ニャージー、お前頼むから俺の筋トレ道具にスプレーすんのはやめろ。